40キロのほど用意してございます。そんなにやるわけにはいきません。しかし我々、昨日まで大阪におりまして、大阪から沖縄に来ましたけれども、しかし暑いですね。暑いけれども、このなんというか、爽やかといいますか、そういう気候ですね。こんな時にはやはりあの常夏の楽園ハワイを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。おかっぱること岡春夫さんが歌った曲です。しかし岡春夫さん、ハワイへ行かれたことなかったそうなんです。しかも当時はハワイへの航路はなかったそうなんです。まさに憧れだったということですね。お別れの曲でございます。憧れのハワイ航路。